どうもエルザです。それではラストオブアスやっていきたいと思います。さあジョエルのパートに戻ってきてということで、まあ、雪降ってなかったけど降り始めたねっていうところだね。時間軸としてはもう同じような感じかな、この感じだとね。調べるんですか。ちょっと回収させてもらって脇腹刺して、何かいたか聞いてるか。聞いてるよ。よし。聞いてるよ、ちゃんと。ありがとね。ダメだよ、探してるとき大声出しちゃ。ステルスの基本だよ、ステルスの。あ、こっちより違うな。やばい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 。よし、何もないよ。何もない何もない何も見つかってない。この野郎、はい、さよなら。よし、あーやっぱさすがに矢は折れるか。そうだね、上はね多分ね回収できないんだよね。珍しいよ、僕がストレス、ステルスっぽいことができてるもんね。珍しいね。とりあえず声はしない。いた、一人いるね。どう動く。あのまま、あー奥いるね。さ、バレてない場合は当ててしまえばっていう。当てる、あー避けられた。はい、OK。ことはもう一人いたわけか。よし、お互い様だね、見えないのはね。じゃあその足の一歩もらってスッて隠れて、さあ意外と、いや無事だったね。あー、この矢はダメ。結構運絡みだね。さすがにここじゃないよね。金の音がマジでうるさいな。警報と言うべきか。で、こうだね。さすがに。あ、エリーのバッグか。エリーのバックパック。なんか、なんかいろいろネタがある感じだね。
でも何か見れるわけじゃない。なんでエリーの荷物がここに。うえ。なんてことだ。本当なんてことだだよ。見つける。見つけるんだ。なんとしてもね。やべえな。そしてエリーパート。いやだ、それ取らないといけない感じですか。とりあえず早く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 。うげ。心がある。なあ、諦めてもいいんだぞ。決して恥じゃない。そんなことを言われても。命乞いしてみろ。クソ野郎。俺を分かったつもりか。とんだ勘違いだ。お前が想像するより、はるかに恐ろしい。そして春。はあ。うわ、めっちゃきちいわ、あのマジか。はあ。エリー。あ、呼ぶね。エリー。聞いてたか。うん。何？見ろ。病院だ。ここで降りよう。さあ行くぞ。はあ、高速で歩いてきたのか。はあ、考えたね。いい風だな。こんな日にはポーチに座ってさ、ギターを弾いたもんだ。家に帰ったらギターを教えてやるよ。ああ、きっと気に入るぞ。どう思う？聞いてるのか？え？ああ、そうだね、いいんじゃない。さあ、ソルトレイクシティかに着いたのか。なんかエリーの様子もあれだね、結構進んできた感じかな。持てない。そうだね。作っとくか。なんてこった。なんだろう、いろいろゲームしてるつもりだったけど。あ、これご近所さん。空を。なんだろうね、意外とグロかったな。てかソルトレイクシティってあれかな、最初の街かな。まあそんなわけないか。どこだったかちょっと覚えてないんであれなんだけど。まあ病院に向かいましょう。
さすがに隠しアイテムはないよね。なさそうだね。あれ、もしかしてこれ当たり引いたかな。いや、そんなわけないね。よし、あのファイヤーフライのタグがね、隠し要素なんで。見てみろ、このマシも隔離されて捨てられたんだ。できるだけね、あの見つけたいところなんだけど。あ、あっちからバスの中行けそうだねと思ったら入れない。そう、ファイヤーフライが行ってた病院だ。行くぞ。前回のテープかな。なんか嫌だな、こういう静かな時って。だいたい感染者がね来る流れなんだけど、ここを通っていこうか。うん、反対側だね。検問か。もう検問も意味がなかっただろうね、この状態だとね。あ、でも封鎖してるか。あー、通れないとなると、あのはしごが使える。エリー、あれ、エリー来るかな。行くぞ。エリー、エリー、何、はしごだ、来い。それとも前回の件があってか、そんな感じなのかな。さあ、はしごを落としてもらって。やばい。え、どういうこと。どうした、エリー。待って待って、あんま音立てすぎると。なんで置いた。違う、持って。はい、置く。確かに置いたけど。あれ見てよ。ん、何、あれ？何もないぞ。何を見てるんだ。あれは？ん？あれ？あれ、あれって何？これ嘘みたい。え、何？何を見たの？え？ん？どういうことっすか。なんだろう、この二人にすっげー取り残されてる感がある。まあまあ気にせずアイテム探しながらね。ほら早く。あ、動物か。信じられん。あー、じゃあさっきの鳥もそうだね。そういうことが、動物が生きてるってことか。わあ、とか動物園じゃん、そんなんじゃ。あれ見て。はあ。お腹しちゃダメ。そうだな。何する気。大丈夫だ。来い、こっちだ。元気か。どうした。来い。ほら。こんにちは。こいつ最高だね。
こ行くんだろう。よし行こう、早く。ちょっと待てよ。はあ、しかも一頭じゃないんだ。はいはい、まあまあこれで少しでも元気になるならね。ただ逆言えば、まあここまでいろいろあったけどメンタルブレイクしてないのがすごいよね。普通ね、普通だったらおかしくなってそうなぐらいあるんだけど。見てよあれ。すげえな。やめてもいいんだぞ。分かってるよな。やめてどうするの。トミのところへ戻る。旅はここで終わりだ。やっとここまで来た。これまでのすべてを無駄にはできないよ。ねえ、私のためなのは分かる。でもこれは終わらせないと。そしたら好きなところに行こうよ。ね。ああ、一緒に行こう。こいつを片付けてな。そうだね、その度にここまで旅してきたからね。どっちかっていうとジョエルの方がっていうところだね。辛そうな感じはするな。あんだけ最初は嫌がってたのにね。あっち側は何か昔を思い出すよ。なんで感染が広まった直後こんな場所に連れてこられたんだ。引き裂かれた家族がそこら中にいた。一瞬のうちに世界が変わってしまったのだ。サラが亡くなった後。ああそうだ。私そんなに大事な人を亡くすなんて想像できない。全てを失うなんてひどい話だね。いいんだ。すべてね、まあ身内という身内は確かにもういないからね。さあとりあえず集めれるものは集めておいて、まあ集めれるものがあるときが一番怖いんだけどこのゲームで。あら、抜けていく感じかな。ん？犬の鳴き声。ねえジョエル、渡したいものがあるの。何何？これマリアが見せてくれて、私持ってきちゃった。欲しいかなって。あー、この写真か。どんなに頑張ってみたって過去からは逃れられないな。ありがとう。そうだね、過去とは向き合わないとね。なんか久しぶりに見た気がするな。ちょっとじゃあ物資が集めれそうなの集めようかな。こっち側はこんなもんかな。
よし、じゃあ久しぶりの強化しますか。強化があるってことはってなるんだけど。やるぞ。一応全武器手に入ってて、50か。あー、威力は上げとこ。まあ大体強化したからね。あとは技術力でどうにかするしかないね。さて、これを抜けると戦車か。さすがに正面はいけんよね。じゃあ降りていって俺は今度は前とは違うよ絶対。何が？ファイヤーフライはきっといる。わかるんだ。なんで、なんでわかるの？てかファイヤーフライが必ずしもいいやつらとは限らないよね今のところまだね。さあハイウェイ下通っていって、気になるな、ああいう細かいところ。くそ。ですよね、絶対なんかいるよね。いたね。あー久しぶり見た、嫌だー。まずはそこ。さてどんな感じ？息の根は止めたが、問題は君なんだよな。この奉仕の子が強すぎて。よし来た。あれはランナーか、もしかしたら。あー、それが手に入る。ここ何かあるね。これ以上は燃やせと言わんばかりにあったな。ああそんな感じであれば、あれは無理だね。ごめんね、ごめんごめん、それはごめん。トラックに登れ、急げ。おい。で？クリーカーどこ行った？マジでどこ行ったあいつ。
これで OK で取って194R うーん強いけどやっぱショットガンだね使うならね。てかマジでどこ行ったあいつ。倒しきってないと思うんだけど。やだな。この状態は嫌だな。あ。あー、しかも、そんな感じっすか。あー。これ多分登れないもんね。登れないよね。そしたら、とりあえず作っておいて、切るとかのレベルなのかな。あ、しかもいたね。よし、いや、よし。あー、怖え、マジで怖え。いやー強いんだけどね。鉄パイプに変えるか悩むなー。これこっくで2本。ふいやほんとあれなんだよね、戦闘パートが増えすぎててびっくりするぐらい持てれない。刃物が足りないか。急いで、急ぎたい。あ、こっちじゃないのか。それきついな。んで一応回ってきたけど、これやべえな。うーわ、どうすんのこれ。わかるわそれ。ランナーでしょ、見られた時点で。やばいし、あそこ爆発の野郎がいるし。あそこ投げとくか、もう。とりあえず倒せるやつは。え、何のバカ。あれか。いやきすエリー下がり。ちょっと待った、エリー。いやー、お願いだからエリー、移動の邪魔はしないでくれ。よし、試すか。もう一度。
こんくらい大きくないとダメ。やだ。けた。打ち込んじまい、打ち込んじまい。燃えた。意外と届くのね。来たーってびっくりしたー今の。燃えろ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 。それ考えるとめちゃくちゃいいな。え？いて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 。燃える燃える。使う使う、ガンガン使う。よし、なるほど。でひとまず、あーいいねいいねいいね。アイテムありがとうありがとうありがとう。あー、これが正解だったか、使うのは。はあ、火は強いね、こうやって使ってみるとね。よし、これで OK だね。さあ、さらに先進んで。よし、あの箱を落としてくれるか。わかった。お、いけそう。ちょっとこの武器は変えとけばよかったな。だってさ、多分待ってる間来そうな気がするんだよね。来ないよね。よし、超えたらダメ。そこは超えちゃダメ。あー、しかも水か。よし、ここなら安全だ。オッケー。気をつけろよ、かなり深そうだ。ということはだよね。それ？水泳教えて。わかったよ。あれを取るために、ああ、はいはい、バス通ってって感じか。よし、さあ行こう。ちゃちゃちゃ、早く浮いてしまった。通り抜けたぞ。ああ。よし、待ってろ。行けそうだね。なんか嫌な声したね今ね。来ないよね、さすがに来ないよね。さ、橋を通れよ、そっちは浅いからな。いやー、これ重宝するな。また浅いね。冷たい。ではない。外せるかな。あ、あら、ダメか。この
てか、待って、そこいるじゃん。え、これ、開けたら絶対来るやつだよね。嫌だなぁ。いやぁ。よし。足を乗せろ。オーケー。いいの？大丈夫なの？行かせて大丈夫なの？行け。ドアを開けろ。俺の勘さ、この隙間から絶対撃てたよね。無事か？うん、びっくりしただけ。さあ、予想的中。こいつらの滅亡が楽しみ。はあ。だってさ、明らかに撃てないような感じになってるからね。お、作業台発見。テープ意外とね、あるっちゃあるんだけどって感じなんだよね。よし。威力上げれない、まあ、ここまでな感じかな。よしよし、じゃあちょっと霧がいいね。今回ここまでしましょうか。ちょっと話メインな感じでしたが、とりあえず続きはこの地下を抜けていく感じになるかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。